皆さんこんばんは、猫好きです。ドラッグオンドラグン実況プレイ、今日も元気にやっていきたいと思います。さてではですね、前回からの続き、第8節帝国の脅威、空中戦ですね、やっていきましょう。前回からの超展開からってどういう風になっているのか、皆無の、眼科でいうのかな、には焼け尽くされた大地、上空にも次々と帝国軍のモンスターが集結していた。皆無はドラゴンに乗り、女神が囚われているであろう空中要塞へと向かう。さて行きましょう。前回はあまり喋ってなかったからね今回は喋りまくらなければあかんね。なんだあの巨大な貝殻は。人間の力では到底作れぬ代物だぞ。そうなんかいって。ここの敵はなんだっけな、スピリットってやつですかな。なんか違うな。なんだっけ、覚えてないなもう。なんかこいつ、怖怖すぎやろ、怖すぎやろ。こいつなんか追尾弾みたいなのを撃つやつだったな。よしよし、いい感じだな。魔法、こいつなんて名前だったっけな、もう忘れてもうた。このゲームドラゴンドラゴン2っていうのがあるんですけど、それにも確かこいつ出とったような気がするんだよな。怖い、追尾弾怖い。普段自分がやってるけど相手の追尾弾っていうのは本当怖いな。確かに色によってなんか攻撃方法つうか、倒された時なんか放ってきたりとかってやつだったっけ。空中要塞など作れるものか。天使の教会とは一体何なのだ。しかしあんなところに物作るなんてね、もうラピュタだよね。上痛い、痛えな。しかしああやってさ、建物っつうか、ああいうでかいものをさ、空中にずっと浮かばす技術って一体どうやってやってんだろうね。いつか燃料切れるよね、あんだけ長いこと飛んでたりしたら、と思うんだけど、ふと。おっとクリアになったかな。ああこれ以上は無理か。ドラゴンでも近づけないという、一体ねどういうもんなんだろうね。バリアみたいなのが貼ってあるのかな。
はい、というわけで第5章の、破壊はこれで終了となりました。そうだな、フリーミッションの方が、はい、というわけで、まあ長くなることを覚悟で、フリーミッションの方やっていきたいと思います。まあ絶対カットは必須ですけどね。まあ武器はこれでいい。まあいいか、神器を育てるのにちょうどいい。一度は連合の力によって退却した帝国軍だが、その尋常ならぬ魔力により、大軍勢となって再び侵攻を開始した。大地を埋め尽くす帝国兵士を契約者の力とドラゴンの火で焼き払え。では行きましょう。ここの敵がですね、全部で1594体いるみたいなんですよね。カイム様、決戦はまだ終わっておりませぬ。帝国の残兵を蹴散らし、我が軍の完全なる勝利を。こんなにいるのかっていう。でですね、ここでもね武器が手に入りまして、ターゲット以外の敵を1000体倒すと武器が手に入るということなので、やっていきたいと思います。そうだな、ちょっとここはドラゴンで倒していきます。アーチャーもか、アーチャーもボスになり得てるんやな。の割にはブラックポーンはボスになり得てないっていう、この格差なんだろうね。本当いい加減ブラックポーンにちょっと同情してきたな。まあブラックポーンよ、猫カフェ行ってちょっとね、そういうボスになれなかったよっていう鬱憤晴らそうぜっていう感じにちょっと誘いたいね。ターゲット以外の君たち、さあ武器のために死のうか。さあ武器のために死んでもらうよ。てやしかし1個だけでもこんなに範囲が広いなんて、本当神器の魔法コスパが良すぎる。まあ、これを持ってた連合兵士はねえ、いいもんくれたね。それだけでも評価するわ俺。今まで仕事してない仕事してないって連合軍に、愚痴を言ってるけど、こんな強い武器をくれたからそれだけは評価してあげます。おお、いつの間にかこんなに三連撃小太りが嫌がる。ネズミ斬式に増えてきてんな、猫好き実況なのに。お前らは逃げるんかーい。クソ、三連撃小太りのくせに生意気な。地味に残ってね。でも今の僕は逃す気はないよ。武器のためなら僕は何だってするよ多分。まあ猫ちゃんをもう振るなっていう約束は破るけどね。この辺に、おお、来た来た。ちょうどあそこか。よし、取りに行ってちゃちゃっと終わりますか。
はい、手に入りました。ではもうあとはないのでセオリー通り倒していきましょう。あともう少し、あともう少しで終わるぞ、あともう少しで終わるぞ。確かフリーミッションは増援がないから、痛い、あともうちょっとだ、あともうちょっとだ、頑張れ。うへえ、あとあそこに行ったいるのか、あれで終わりのはずだ。どこだ、ターゲット、そっちか。ここはかっこよく魔法、ふう、よっしゃー、終わった。33レベル。おドラゴンの攻撃力も80。いいですね。はい、成績の杖を入手しました。そして神器がレベル3になりました。イエイ。はい、というわけで次、続いて上空戦の方もやっていきましょう。ここでもですね、武器が手に入ります。条件がですね、大魔法を使わず3分20秒以内にクリアする。あ、これ前なんか同じようなミッションできなかったけどな、どうしよう、できるかな、まあ行こう。帝国の人造兵器サイクロプスが再び現れた。どうやらここは奴らの兵器の実験場でもあるらしい。戦いのために生命を生み出すなど許されるはずがない。呪われし人造兵器を全て破壊せよ。では行きましょう。3分か。終われるかな。やるしかない。魔法使わずっていうのがまたあれだな。もう録音頼りだぞ。サイクロプスがいるっていう時点でちょっと危うい気もするんだけどな。おりゃ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 、ふう、ここはもう移動もちゃちゃっとやって、そうそう、あのさっきのやつはあれなんですよね、サイクロプスのビームにこうなんか反射させてみたいな、なんかあれやな、あのゼータガンダムに出てきたサイコーマーク2のなんかリフレクタービットみたいな役割を果たすんだったっけな。おりゃ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 、死ぬがいい。おっつ、おりゃ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 、
今のところ大魔法は使っていない。大丈夫かな。しかし、よし、とりあえず強敵サイクロプスは倒した。問題はこのガーゴイルの多さだな。これを大魔法使わずにっていうのは結構難しいぞ。とてもドラゴン、今のドラゴンの状態だとちょっと難しいような気がするな。どうだろうか。3分20秒。お、ジャストか、ジャストか。これは、これは手に入れたか、手に入れたか。よっしゃー。はい、こちらもこのドラゴンドラグンの中でも、チートの武器との一つである、護衛兵士大使のなんて読むんだろうな、わかんない、を入手しました。これは入れます、これは入れます。ふう、はい、というわけで、まあ今回の実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではバイニャラ。